ブルース・オーラム・デビットソンは、ニューヨーク州ロームに生まれ、総合馬術競技で活躍したアメリカ合衆国の馬術選手。馬とは無縁の家庭に育ったが、一家の友人に乗馬を勧められたことがきっかけで、ポニークラブが主催する行事で競技に参加するようになった。大学は、アイオワ州立大学に進んだが、3年で中退し、アメリカ合衆国馬術チームのフルタイムの一員となった。 1974年に結婚し、1976年と1977年に子供が生まれている。息子であるブルース・デビッドソン・ジュニアも父の足跡を追って第一線の総合馬術選手となっている。18歳の時、デビッドソンは総合馬術のアメリカ代表チームの選考に挑み、代表に選出された。オリンピックにおける最初のメダルは、 1972年ミュンヘンオリンピックで団体で銀メダルとなった合衆国代表チームの一員として獲得した。以降、デビッドソンは総合馬術団体において、1976年モントリオールオリンピック、1984年ロサンゼルスオリンピックで金メダル、1996年アトランタオリンピックで 銀メダルを獲得したが、1988年、ソウルオリンピックではメダルを取れなかった。また、世界馬術選手権や、パンアメリカン競技大会にも何度も出場し、メダルを獲得したほか、バドミントンホーストライアルや、ロレックスケンタッキー3デイイベントの最高レベルの競技会にも繰り返し出場して、勝利を重ねた。1980年代から1990年代、 はじめにかけて、デビッドソンは、アメリカ合衆国国内でも、国際的な競技会でも、総合馬術において、常に最上級の騎手の一人であった。彼はまた、馬の繁殖や調教においても、その優れた能力で知られていた。デビッドソンは、1949年に、ビジネスマンだった父、フランシス・デビッドソンと、コンサートピアニストだった母、アネットの間に生まれた。 4人兄弟の3番目であり、もともと馬に親しむ機会はほとんどなかったが、一家はブルースがまだ子供だったうちに、マサチューセッツ州ウェストポートへ転居した。そこで一家の友人がデビッドソンに馬に接する機会を与え、彼はポニークラブの行事に参加するようになった。彼は馬を買って調教し、売りながらチャンピオン馬となるアイリッシュキャップを見出し、 この馬に騎乗して1974年の世界馬術選手権で最初の金メダルを獲得した。デビッドソンは獣医学を専攻してアイオワ州立大学に進んだが3年で中退しアメリカ合衆国馬術チームに参加した。1974年、デビッドソンはキャロル・ハナムと結婚したが彼女自身も第一線の騎手であり、その母親であるナンシー・ハナムは ペンシルベニア州にデビッドソンが持っていたチェスターランド農場を取り囲むように広大な土地を所有していた。1976年、デビッドソンの息子であるブルースバックを恨むデビッドソン・ジュニアが生まれ、ついで1977年には娘ナンシー・フレイザー・デビッドソンが生まれた。2005年、ナンシーはデビッドソンにとっての最初の孫、オーラムを出産した。 息子バックデビッドソンも国際的な競技会でも第一線で活動する総合馬術の騎手であり、ロレックスケンタッキー3デーイ,イベントなどにも父と共に出場している。2002年、マサチューセッツ州で競技中にデビッドソンの騎乗していた馬が不慮の事故で転倒した。このハイスクープという馬は首を折って即死し、デビッドソンは マサチューセッツ記念病院の集中治療室に搬送された。不詳の治療を受けたデビッドソンは退院することができた。2010年、デビッドソンは背中の椎間板ヘルニアを治療する手術を受けたばかりだったため、ロレックスケンタッキー3デイイベントに参加できなかった。18歳の時、デビッドソンは国際的な水準で競うことができる。 アメリカ合衆国代表チームの結成を目指して、ニール・アイアーとジャック・ル・ゴフが開催していたトライアウトに参加した。デビッドソンには才能があり、ル・ゴフによれば最初に彼が私のところへ来た時、彼はどの車線を自分が計測歩で走ったかも分かっていなかった。それが2年後にはオリンピックで起乗していたんだ。という。デビッドソンは選抜され、 ニュージャージー州グラッドストンで4年間にわたる週7日休みなしのユーセットによるトレーニングを受け始めた。デビッドソンはオリンピックの総合馬術団体競技で1972年、1976年、1984年、1996年にメダルを獲得し、1988年にも出場を果たした。 22歳だった1972年ミュンヘンオリンピックでは、馬術総合個人では8位、団体では銀メダルだった。1976年モントリオールオリンピックでは、団体で金メダルを取ったが、個人では10位だった。1984年ロサンゼルスオリンピックでは、個人では13位にとどまり、団体で金メダルを取ったアメリカ合衆国のチーム内では、 最も低いスコアであった。1988年ソウルオリンピックでは、デビッドソンは18位に終わり、団体も途中棄権に終わった。1996年アトランタオリンピックでは、デビッドソンは個人には出場せず、団体では再び銀メダルを獲得した。オリンピックの他にも、デビッドソンは世界馬術選手権やパンアメリカン競技大会にも何度も出場した。 1974年の世界馬術選手権では、個人、団体ともに、金メダルを取り、1978年にも、個人で優勝を果たした。アイリッシュキャップに帰乗した1974年の世界馬術選手権の優勝は、アメリカ人としては、史上初であり、毎度単語に帰乗して果たした1978年の優勝は、前例のない史上初の連続優勝であった。 この時起乗したマイトタンゴはまだ経験不十分な予備の馬であったがアイリッシュキャップが破壊状態になったため急遽代わりに起乗したものであったがこれを捉えてスポーツイラストレーテッド氏は中学生のクォーターバックが南カリフォルニア大学を率いてローズボールに勝利したようなものだと報じたマイトタンゴが経験不十分であったことから疲労が講じることになり一部では 急性ストレス障害を起こしかねないとも噂されたが、デビッドソンは、この馬は非常に疲れているが、そのスタミナは波外れていると馬を褒めた。1978年の選手権でもアメリカ合衆国チームは団体で銅メダルを獲得した。1990年にスウェーデンのストックホルムで開催された選手権でデビッドソンは個人で銅メダルを獲得した。 1998年のローマにおける選手権では個人としては21位に終わったもののチームが団体で4位になる一助となった。1975年のパンアメリカン競技大会では個人団体とも銀メダルを獲得し、1995年の同大会では個人で金メダル団体で銀メダルを獲得した。このか。 バドミントンホーストライアルにも出場して、この大会を制した二人しかいないアメリカ人の一人となっていたり、ロレックス・ケンタッキー・スリー・デイイベントでは6回優勝して最多優勝回数記録の保持者となっている。そもそもレックス・ケンタッキー・スリー・デイイベントは1974年の世界馬術選手権でデビッドソンが優勝し、アメリカ合衆国に1978年大会の 開催権がもたらされたことが契機であり、デビッドソンは、ロレックスイベントの創始者と位置づけられている。1978年の世界馬術選手権以降、毎年、競技会が開かれるようになり、それが、ロレックスケンタッキー3デーイ,イベントに発展し、アメリカ合衆国で最初にして、唯一の4つ星級の総合馬術競技会となっているのである。デビッドソンは、 この競技会の創設当初からほとんど毎年競技に参加している。デビッドソンは国際馬術連盟が編纂している総合馬術のランキングにおいて1993年と1995年に首位を占め、また1980年から1995年まで合衆国総合馬術協会によって第一線の第一線の騎手として指名されていた。 2002年、デビッドソンは、馬術雑誌、ザクロニクロブ・ザ・ホースが選んだ、最も影響力が大きかった20世紀の騎手50人の一人に選ばれた。2009年には、合衆国総合馬術協会の栄誉伝道入りを、アイリッシュキャップと共に果たした。2003年には、デビッドソンも騎乗した。 クレーンセーリングが、いち早く栄誉殿堂入りを果たしていたデビッドソンは、才能のある馬を見出し、調教することにも長けており、そうした梅に騎乗して、国際級の大会で競技に臨んでいた。アイリッシュキャップは5歳で購入しており、JJ バブルとドクター・ピーチズ・ワイス・サイバ、マイとタンゴは、元競争馬の2歳馬であったが、いずれもチャンピオン馬となった。デビッドソンは、その後、 サラブレッドのブリーダーとなり、自身の所有するチェスター農場で、このスポーツの究極は、育種、調教、勝利であり、その全体を正しく貫くことにあると述べている。ありがとうございます。